こんにちは、ナレーターの染香です。女性の気持ちはつかみどころがなく、脈ありなのか脈なしなのか分かりにくいと感じている男性も多いと思います。女性のタイプにもよりますが、そんな悩みを解決するために知っておきたいのが恋愛心理。今回は恋愛心理学に基づいた女性の脈ありサインについて学びましょう。好きな男性にしか取らない女性の脈ありサイン7選。人間には相手に好意を持っているとよく出る行動や仕草があります。心理学的にはどんなものでしょう？男性は会話の中で女性との共通点を見つけたり、相手の良いところを探して脈ありの行動を起こしますが、女性は無意識に行動や仕草に脈あり行動が出てしまうことが多いのです。考えながら行動する男性の心理と、自分の感情が隠しきれずに出てしまう女性では、脈ありのサインが大きく違います。では早速、女性が好きな男性にしか取らない脈ありサインを具体的に紹介しましょう。脈ありサインその1、質問をする。女性からあなたのプライベートな生活や個人的なことをよく聞かれるとしたら、それは好意を示す分かりやすい脈ありサインです。女性は好きな相手とそうでない相手では接する時の態度が全く違います。女性は同性であっても異性であっても仲良くしたい相手と興味のない相手に分けている傾向があります。興味のない相手には何の関心も示さないので相手と話そうともしません。そもそもあなたに好意がなければ話を楽しそうに聞いてくれることもないです。いろいろな質問をしてくるということはあなたに興味があり、あなたをもっと知りたいと思っているからなのです。あなたの過去の出来事や家族のことまでも踏み込んで知りたがるようでしたら、あなたのことを好きなサインを送っているんです。質問は多ければ多いほどあなたを知りたいと思っている証拠ですし、あなたが素直に話してくれればあなたに対しての信頼感が増し、どんどん心を開いていってくれるでしょう。さらに、あなたの話をよく覚えていてくれて、この前何々って言ってたよねとか、何々好きだもんねなどと、あなたの話や好みを覚えていてくれたら、もう確実にあなたのことが好きなのだと思っていいと思います。脈ありサインその2、笑顔を向けてくる。相手の女性があなたと目が合ったり、あなたと一緒にいる時に笑顔が多いなと感じたら、あなたに好意を持っているのだと思います。最初にもお伝えしましたが、女性は自分の感情が自然に出てしまう性質を持っているので、あなたに会えた喜び、あなたと一緒にいれて嬉しいという気持ちが笑顔となって出てくるのです。目が合った時などにニコッとしてくれることがよくあるとしたら、脈があるサインだと思って間違いないでしょう。ただし、女性によっては好き酒で目線があった途端に下を向いてしまう女性もいます。これはあなたのことが好きなことが伝わってしまうことが恥ずかしいからなのです。目をそらされることがあっても一緒になることが多かったり、その時ニコニコと笑顔でいてくれるとしたら脈ありだと思いましょう。女性にとって興味のない異性と過ごす時間はとっても苦痛です。ちょっとしたことで大笑いしたり、はしゃいだ様子だったりしたら、あなたと過ごせて嬉しい気持ちが隠しきれないのでしょう。脈ありサインその3、共感、同調、共有。あなたの話に共感してくれたり、同調したりする場合は、あなたのことが好きだからなのでしょう。男性は悩みや相談事をするとき、相手の意見を参考にしたり、問題の解決を求めていたりしますよね。でも女性は辛い時や寂しい時に共感してくれることを望みます。だから女性の会話でそれってわかる、そうだよねといった同調をする言葉が多いのはそのせいです。女性は好きな相手の変化に敏感なので、あなたに何かあった時はすかさず心配したり褒めたりするなど声をかけてくれるでしょう。そういった相手の変化にいち早く反応することで、あなたの変化を共有したいのです。例えば、髪型の変化を褒めたり、仕事の失敗を慰めてくれたり、ねぎらってくれたり、こういったことは好きな相手にしかしませんので、脈ありサインだということを覚えておきましょう。また、女性は秘密やプライベートを共有することを望んでいますので、悩み事や相談事をしてくることも多いと思います。同調することでお互いを心配している気持ちや仲良くしたい気持ちを確認できると思っているのです。自分の話に同調してくれたり共感してもらうのも女性は大好きなので、女性の話を聞くときはぜひ共感性を高める努力をするといいですよ。女性は共感を求めているので、間違っても上から目線で助言をしたりアドバイスをしたりしないようにしてください。せっかくのチャンスを無駄にしてしまうので注意しましょう。脈ありサインその4、おしゃれしてくる。あなたと会うときにいつもおしゃれをしてきたら、女性からの脈ありサインだと思いましょう。好きな相手からは少しでも可愛く綺麗に見られたいのが女心です。自分を好きな相手に印象付けたいのです。よく女性は勝負服などと言いますよね。デートは女性にとっては好きな男性を自分に引きつけるための戦いなのです。2人で会う時にいつも他の人たちといる時よりもおしゃれをしてきたとしたら、気合を入れて臨んできたのだと言えるのです。素敵だなと思ったら必ず褒めてあげてくださいね。褒めてもらうことで女性はますます綺麗になります。あなたの気になる女性がどんどん綺麗になっていくことが嫌な人はいないと思います。おしゃれをして自分に会いに来てくれたことを感謝してあげましょう。もちろん相手を褒めるだけではいけません。あなたも女性に好意があるのであれば、同じようにおしゃれをしたり、清潔感のある身なりに気配り、一緒に歩く女性とのバランスも考えてあげましょう。脈ありサインその5、記念日に敏感。女性は記念日が大好きです。好きな人と過ごす記念日は特別感があるからなのです。お互いの誕生日、クリスマス、バレンタインなど、特にプレゼントを渡し合う行事は女性はアピールチャンスだと思っています。女性によっては特に何でもない普通の日にもあなたにプレゼントをしてくるかもしれません。これは全て好意を伝えるためのアピールなのです。自分の誕生日を伝えてきたり、あなたの誕生日を知りたかったりすることに始まり、誕生日の予定やクリスマスの予定を知りたがるとしたら、アピールのチャンスを伺っていたり、あなたに誘ってほしいと思っているサインだと思われます。女性から誕生日やクリスマスに予定がないと言われたら、あなたもその気があるなら積極的に誘ってみましょう。女性は好きな人以外と特別な日を過ごしたいとは思いません。こういう会話が出るということは、ズバリあなたに確実に脈がある証拠なのです。こういった記念日や行事がきっかけでお付き合いが始まる男女もとっても多いです。もし好意を持っている女性と約束できたら、あなたからその日に告白するといいと思います。脈ありサインその6、ボディタッチ。人間にはパーソナルスペースというものがあって、親しい人や好意を持っていない人でなければ自分のそばに来てほしくないと感じているものですし、逆に自分からも相手に近づいていったりもしません。女性と自分の距離が近いと感じたり、手や肩などをポンポンと叩いてコミュニケーションを取ってきたり、並んで歩いている時にさりげなく手が触れたりするのはあなたに好意を持っているサインなのです。このパーソナルスペースは警戒心の強い女性の方が男性よりも広いと考えられているので、女性が近づいてくるということはあなたに心を許して信頼している証と言えるでしょう。この行動は特に肉食系女性であればあるほど顕著に出る傾向があります。肉食系女性がターゲットをあなたに絞って狩りの体勢に入り、獲物のあなたをロックオンした状態なのです。スエゼン食わぬはなんとやらと言いますし、こんな女性の行動を目にしたらあなたも積極的に反応することをお勧めいたします。脈ありサインその7、メールや LINE の返信が早い、連絡が多い。男性は用事がなければメールや LINE をしませんが、女性は好きな男性に甘えたいので寂しがったり構って欲しかったりします。特に用事もないのに、どうしてる？何してるの？などと女性からメールや LINE が頻繁に来るようなら、あなたに脈ありのサインだと言えます。女性は直接会うだけでなく、一緒にいない時でも好きな相手とつながっていたいと考えます。構ってほしい時に連絡するのは誰でもいいわけではないのです。特に2人だけの会話を楽しむのが女性は好きなので、メールや LINE など他人に話を聞かれることのない連絡方法を好む女性は多いです。中には返信がすごく早い女性もいると思います。それはあなたからの連絡を心待ちにしていたので、嬉しい気持ちを隠しきれずに即返信するのです。もしもその後も何度も繰り返し返信のラリーが続くとしたら、女性もあなたとの連絡を楽しんでいる証拠ですので、かなり脈ありだと思われます。まとめ、いかがだったでしょうか？本当に好きな男性にしか取らない女性の脈ありサイン、分かっていただけましたか？女性は自分の感情に正直です。あれ？これってもしかして脈あり？と思ったら、あなたからもどんどんアプローチしていきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。